じゃあまあ今回シリア戦最後、まあ、シリア戦じゃないカタール戦最後、はい、第1で引き分けて、はい、まあじゃあカタール戦の振り返りから軽くしますか。それで大会総括という流れにしましょうか。うん、まあでもまず冒頭に、はい、冒頭にやっぱり我々は森保絶対宣言をした手前、はい、ちょっとも絶対じゃなかったということはちょっと懺悔をしなきゃいけないかなと。でその理由はどこにあるのかなと。原因とか弱気ですね、はい、いや、やっぱり、はい、しょうがないでしょこの結果は、うん、本当に。なるほど、まあ情けない結果ではあるっていうのは間違いないですよね。まあ情けないというか、まあ、うん、そのいわゆる森保監督がいわゆる日本代表になるために求めていた対応力というのが、うん、まあほとんど感じることができなかった、うん、っていうのがやっぱこの大会の総括としては挙げられるし、うん、で横内コーチが間違いなくこのチームの監督なわけだよ、うん、間違いなくね、間違いなくね、うん、森保さんはオブザーバーとしてただ見ているだけ、うん、オブザーバー、うんうんうん、だからその役割関係はっきりしてるから、うん、チームとしては混乱はしていないのね、うん、そこが前提であると。そう、うん、で見た場合じゃあどこに問題があるのかって、いけたつどこに問題があったと思う。だからそれは前回あのロクさんが言ってくれた、うん、そのやっぱり彼らはそのずっと欧州遠征だ、北米遠征、南米遠征と行きまくっていて、引かない相手に対して国際経験積んできたんだけど、アジアに対しての経験値が全くなかった。それは選手も横内さんも引いてくるアジア、またアジアのああいう、まあ、レフリーも含めて芝も含めて、ね、なんかいろんなアジアのやっぱり、まあ俺思ってるんだけど、フランス代表だろうとドイツ代表だろうと、アジアに来たらあいつらだってやっぱり苦労すると思うぜっていうのはあるわけですよ、うん、でその対応力っていうのはやっぱり横内ジャパンっていう中ではなかったかなっていうのはありますかね。なるほどね、うん、まあ、でそれは森保ジャパンの方にはやっぱり二次予選見ててもあるなっていう気はしてます、うん、でね、うん、攻撃の形がやっぱりまず、まあ僕はどっちかっていうと守備をテーマに見ていて、うん、攻撃はどうせできないだろうと引き換えたらね、まあ、全くできないだろうと思ったら全くできなかった、うん、もうとにかくサイドから放り込む、しかなかった、真ん中から崩せない、うん、コンビネーションゼロ、うん、で結局ディフェンスラインの手前から強引に打ったやつが、うん、全て3点入っただけ、うん、はい、崩した得点なし、はい、崩された得点失点2点、うん、与えた PK による失点3点、うん、これでは最下位に沈むのは当たり前、うんうん、でしかも何ら修正点がなかった、まあ、3試合の中での修正もできてこなかったと、できてこなかったと、うん、だってもう攻撃に関しては話にならないし、うん、それでまあやっぱり今回一番なんか日本にとってまあ不運だったのは VAR がことごとく、うん、あのコパアメリカと同じように、うん、審判団の日本の審判団のように、うん、高いレベルの共有意識が、価値観の共有意識がないから、そうですね、運営がコパアメリカ同様デタラメ、うん、つまりやったことのないような人たちが今突然やりだしたわけじゃない、うんうん、なんか日本みたいにちゃんと研修してからみたいな、そういう感じじゃないもんね。研修はしたんだろうけれども、もともとの審判のベースのレベルが多分高くない。なるほどね。だから、でもそこも含めての戦いなんだよね。うん、うん、うん、うん。で、結局、やっぱり斉藤美月のタックルはペナルティーエリアでやらしちゃダメなんだよ。うん、うん、うん。やっぱ体全部使っていくから、うん、一歩間違えると審判が勘違いしやすいプレーになるから、で僕はなんか今動画は見てないんだけれども、うん、結構見た人に言わせると、うん、まあ、VAR の判断の方が間違ってるんではないかという意見も結構、まあ、僕も動画見る限りはどう見ても相手のファウルにしか見えなかったですけどね、うん、うんうんうん、まあだから、まあ、そういうことがあったとしても、うん、やっぱりそれは受け入れないといけないところで、うん、まあだからもう1年、ね、J リーグが VAR を入れていればね、うん、また選手の経験値は
変わったと思うし、うんうん、そこら辺はまあ言ってもしょうがないんだけれども、僕ちょっと VR 対してね一つあるんだけど、まず VR は1個目の田中碧のレッドに関して言えば、あれはの VR についてね、うん、ねえ、あれ田中碧のレッドに関しては基本的には主審がまず見逃していましたと、うん、ねえ、それで VAR の方で気づいて審判にアプローチしましたと。そうです。そのそういう流れです。で、けたつね、会場にはね、うん、でかく、でかく、ノーレッドカード。ノーレッドカード、VAR、ノーレッドカード、うん、それに対して、つまり審判が、あのレッドカードの対象になるプレーに対して、ノーレッドカード、で、それをチェッキングしてるって、うん、でかい。あのバックスタンドには出てたんですよ。出てましたね、出てましたね、はい、うん、でそれの結果、はい、あ、やっぱりレッドだったっていう言っちゃったと、うん、で、うん、まあそうで、それはまあスローで見たらその相手のアキレス腱に入ってる、足が危険なはい、ね、まあ、それはまあよ、大して正直あのボールに一回あの勢いは殺されてて、ボールから行ってるだけだから、そんなに勢いはないから、はい、本当はそんなに危険ではないんだけれども、今、世界的に、うん、リーガなんかはもう完全に規定してるらしいんだけども、アキレス腱に足裏が入った場合は、もう一発レッドだっていうのは、これ、世界のもう中でだいぶ常識化していることであると。ね、それはやっぱ VR で、スローで、まあ、スローははっきり言って、ジャッジには影響しないということにはなってるんだけれども、ただ、最終的にはスローでやっぱりどうしたって見るわけで、それは脳裏には影響するわけだから。その中で、まあ、足首のに、入ってる、足裏が入ってるから、杓子定規に言うと、やっぱりレッドカードなんですよ。で、U20 の時も、あれ、レッドの対象になってたから、うん、それはまあ、しょうがないな、ましては育成年代だから、厳しく取るっていうね、そう、そういう審判だったらね、うん、ね、だからこれはまあ、ちょっとでも、かわいそうだったよね。不運だったなっていうところはもちろんあります。うん、ただ、斎藤光希の方に関しては、あれはいわゆるオンフィールドレビューをしなかったんですね、PK、になってで、VAR 側から今の本当に PK なのかっていう疑惑を、VAR レフリーがかけましたと。なるほど。でその疑惑をかけたんだけれども、審判は VAR のそのサジェスチョンを無視してオンフィールドレビューをしないでそのまま PK にしたわけです。なるほど。で、つまりどういうことかっていうと、これはあの審判やっぱりすごい杓子定規の審判なんですよ。うん、ねえ、FIFA の通達で、FIFA の通達っていうか、基本的には、はい、世界的に、オンフィールドレビューは3試合に1回ぐらい行われるのが、うん、理想的であるという、そういうまあいうふうに、VR を導入するときにそういうのを出してるんですよ。回数的には、頻度的には3試合に1回ぐらいがオンフィールドレビューが出る。全くナンセンスな。そう、ナンセンスなんだけど、それぐらいであるという、そういう中で、彼は杓子定規にやって、1試合で2回オンフィールドレビューをすることに、非常に抵抗があったんだと思います。だから見ずに僕は判断したんだろうなっていうのは、これは審判心理として当然ながらあるなと。まあ、コパアメリカの決勝の審判と同じ心理状況かもわかんないな。まあ、そうですね。そういうことかもしれないですね。あれは確認した上でも反対のジャッジを下したけど、わ、うんうん、かりました。はい。まあ、そういうのはあったと思います。うん、なんか審判の人の、その、記事、審判専門にタグマで書いてる石井さんって人はいるんだけど、あ、ね、まあ、その人の記事読んでも、まあ、彼もフットボールウィークリー育ちですよ。そう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 。あのね、カルベチルドレンですよね。そう、カルベチルドレン、カベチル、はい、カベチル、そう、まあ、それ読んでても多分そこにまあ僕が今思ってたことはそんなにずれてないんじゃないかなって思いましたよね、彼の。なるほどね。うん、かわいそうだ選手が。それじゃあ、いや、だからかわいそうで、ルールに振り回されてるっていう部分はちょっとあったと思うんですね、審判側がね。で、その影響をもろに受けたのがまあ日本チームとも言える。はい、うん、まあそこも含めての、まあ、ただね、そう、それはあえてジャッジミス、じゃあ試合内容が良かったのかっていうとそうでもないわけだから、はい、うん、そうだからなんか、まあ、うん、敗因の一つの要素ではあるけど、まあね、それ以外もっとやり終わったんじゃないのっていう、
カタール戦はピッチで見ていて、すごくこう、うん、よく分かったのは、うん、これは後で写真を上げるけれども、はい、完全に、うん、あのカタール戦で、うん、あのこのチームは、うん、森保監督から、うん、横内コーチが、うん、ヘゲモニーを握るようになった試合だね。ほう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 。つまりそれまではやっぱりこう一応森保監督を立てていたんだけども、うん、やっぱりベンチでのやり取り、うん、等々を見ていると、うん、だん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 横内さんの存在感が大きくなって、うん、まあ、最後のセットプレーの時には、うん、もうライン際まで横内さんが出てきて選手に大きな声出して指示をしていたと、うん、今までそういうことは試合中なかったんだよ。横内さんがもうつまり試合を増すごとにそれは増えてった感じだよね、横打ちでもね。そうそうそう、そう、うんうん、それに対する、まあ、こっちから見るとこう依存度っていうのか、うん、なるほど、打ち合わせの回数が非常に増えてった、うん、森保さんが何かをこう横打ちさんに追いかける、はいはいはい、横打ちさんが答える、そのうち、うん、だからね、ハーフタイムの時も、うん、選手が出てくるのを、うん、こう森保さんは一人一人迎え入れたんだけども、うん、多分ね、目を合わせるやつは半分もいなかった、お森保さんと。へぇ、だからそこら辺でこう、例えば小川なんか全然目合わせない。あー、なるほどね。それはまあ、そのチームの中での自分の立ち位置っていうのを小川は敏感に感じているし、うん、例えば田中碧とか立田、田中碧じゃなくて田中翔太とか、翔太、あ、そう、田中翔太、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 田中翔太とか、うん、あの、立った、立田君は、うん、ちゃんとしっかり目線を合わせて、こう、なるほどね、ハイタッチをするっていうか、だからそこら辺でもやっぱりこう、チーム横打ちなんだなみたいなね、これは常々みんな池田つも言ってたけどさ、で、そのチーム横打ちの横打ちさん本人が、もう試合終了間際には前面に出てきたと。うんうん、うん、そんな感じ。例えばほら、タイ代表の、うん、やっぱりタイのヘッドコーチと西野さんの関係も、うん、あの西野さんがこう上に立って細かい指示は全部そのタイのね、タイ語でコーチがピッチサイドでこうやっているんだけれども、うん、はいはいはい、うまくこうバランスは取れてるわけですよ、うんうんうん、コーチはコーチ以上のことはしないって、うん、ところがもう今の森保横打ち体制見ていると、うん、このもうなんか選手のパフォーマンスの低さに、うん、もう横内さんもか、まあ堪忍袋の尾が切れたのか、こらえきれなくなったのか、うん、一つの役割周りを超えてしまっていたっていうのが僕は一つカタール戦で一番大きな。なるほどね。僕はね、それはそう、ロックさんが見たものを僕を解釈を加えると、うん、僕はその森保さんの性格を考えると、その横内さんがその領域を超えていったんではなくて、森保さんがこれはお前のジャパンであると、もう俺に気を使わずもっとお前が監督としてやれっていう風に流したんじゃないかなって思うけど、いや確かにね、入れスーッて入れ替わってんだよ、うん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 、2人のね前後のこう入れ替わりがね、うんうんうん、舞台役者みたいなさ、うん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 、あの横内さんが引くとスッて森保さんが出てくる、森保さんが引くとスッて横内さんが出てくるって、これだ2人がピッチに並ぶことはないんだよ。そうだそう、まあ2人いちゃいけないんですもんね、あそこはね。そうだね、うん、ただ一応監督コーチはあの、うん、そんなあのいちゃいけないってことはないでしょ。タイなんかしょっちゅうあのコーチが出てきて西野さんで怒鳴ってたからさ、まあ本来いけないのかもわかんないんだけど、ね、2人同時はダメなんじゃなかったっけな、なんかまあちょっといる分ぐらいは怒らんないと思うんだけど、うん、まあそれと、あとね、やっぱりね、集合写真の時もね、うん、行くぞって声をかけて、うん、集合終わった後に声出したの小川だけ。あー、なるほど。小川だけ。写真見ると小川だけ吠えてんだよ。へぇー。まあ、吠えたなりのね、結果分かれ出したけど。うん、うん、うんうんうん。まあ、改めて、じゃあこの3試合の方は振り返り、大会総括としてはどうですか？何が収穫だったのか、そこがまあポイントかなと思うんですけど。まあ結局この23人の、
生き残りのテストだったけど、うん、なんかこう生き残る人たちは結構淘汰ね、これでかなりこう赤点をもらった選手は多いんじゃないかなっていうのが、うん、まあ正直言ってのあれだね、うん、残念ながらもうちょっとディフェンスラインで、だから一番期待してた青くんが赤になっちゃって、うんうん、ちょっとがっかりだったよね、そこが見切れなかった、まあね、だから、うん、田中碧のもしかしたらこのレッドカードの消化が五輪本大会に響くんじゃないかっていう話も出ていて、ね、そうなると、うんうん、田中碧がメンバーに選ばれる可能性非常に低くなってしまうわけですよ。なるほどね。そう、だから現状つながっちゃうの、つながっちゃう可能性あるみたいです。まだ分かんないそうです。同一レベルの大会で消化するというのが FIFA の規定であるんで、となると、うん、親善試合じゃダメなんだ。親善試合では分かんないです。なんかいろいろこれでもね、うさんくさくて FIFA の方が、うん、なんか日本サッカー協会の態度とか、うん、なんかそういう、その何、ネゴシエーションで、メッシなんかは過去に親善試合でも、ね、消化されたことがあったっていうのもあるので、これはかなりその政治力が問われるところかもしれません。なるほどね。じゃあ大丈夫じゃん。まあ大丈夫、まあね、開催国だから大丈夫だとは思います。思います。思いたい。はい、思いたい。うん。だからまあ、まあ、で意外と期待していた大迫の守備範囲がちょっと狭すぎないかと。うん、まあそれはちょっと気になるね。それはあれだけ日本がポゼッションして前がかり、うん、いるんだったら、うん、もうちょっと立ち位置が前の方でないと、うん、ちょっといけなかったんではないのかなという、そこら辺の、うん、それはもうある意味で言うとキーパーコーチの一つの役割でもあるし、うん、じゃあ横浜マリノスとか大分の J リーグの戦い方をどこまで参考にしてフィードバックさせてんのかなっていうことをアジアで戦った時にね、なるね、うん、だそういうところも含めると僕はなんか選手プラスこのスタッフの、うん、あの総合力においては、うん、この失敗したのは選手だけではなくて、うん、横内コーチ以下、うん、同じって、なるほど、言わざるを得ないよね、総合的に失敗していると。そうそうそう、うんうんうん、なるほどね。だからやっぱりアジアの戦い方、うんうん、横内コーチなんかずっとね、うん、ついていたのにね、うん、そうですね、うん、で本当にスカウティングちゃんとしてたのっていうような、うん、あの選手個々の相手の特徴をつかみきれていれば、うん、防げた失点だと思うんだよね、うんうん、一応ね、なんかミックスで1試合目2試合目しか僕はミックス行ってないけど、まあ相手の特徴を考えて対策は立てていたみたいな話は出てましたけどね、うん、だどこまでそれが具体的だったのかっていうのはちょっと分からんですが、まあ、しかも立てていても結局結果として立てられていないのとほとんど同じような状況になってるから、まあ、なんとも言えないところではありますが、まあ、僕は、ね、具体名を出していくと、ロクさんとはちょっと意見が分かれるかもしれないんだけど、僕は今回でやっぱ残れる可能性、が出たのは3人だけだと思ってて、この23人、はい、3人いれば大収穫だよ。3人は残ると思ってます、本大会に。はい、誰でしょう、大迫、橋岡、大迫、橋岡、はい、そして杉岡、この3人だと思います。なるほど。うん、多分杉岡君が昨日の試合の途中から杉岡し始めましたね。そうですね。かけて、縦来るようになりましたね。うん、もうね、1人少ないからね。全然なんでそれやらねえんだよって感じだった、ね。1人少なくなってね、追い込まれないとなかなかそれができなくて、まあ、彼はそれでも、本当はね、僕もミックスで、やっぱ後半のあのが君のプレーだから、あれをもっと90分が出せないとダメなんじゃないのっていうのは聞きたかったですけどね、そういうふうに。はい、うん、でもちょっと ね、時間の余裕がなかったんだよね。そう、私はちょっと時間の余裕がなくてね。で、まあ、良かったのは、その、あれ、じゃあ杉岡がゴリゴリって言った時に、信頼して、まあ、中の枚数が足りなくなって、これ、中、クロス上げても誰もいないんじゃないかなって思った時に、ちゃんと斉藤美月が中に、で、クロス待ってたんですよね。あの辺は、こう、すごいね、湘南の、なんだろう、こう、信頼関係が、生んでたなと思って、あれは結構意外と、
うん、見てるんだよね、多分ね。そうそう。で、杉岡が突破できるの知ってるから、斉藤美月は。なんだかんだで。だあそこの信頼関係、ね、しかも、まあ、俺は結構あわやだったと思うよ、あれ。もうちょっとずれてればゴールになってたし。なんかさ、僕は覗いてて、うん、多分僕の視野の片隅に、うん、杉岡がメシノにボール預けて、うん、裏に回った、うんうんうん、そこでメシノからボールもらえばフリーになれたっていう展開があったのに、うんうん、メシノをあえて杉岡をダミーに使って自分が中に入って最後ボールロフトされてる、うんうん、でその後杉岡はジタンダ踏んでたんじゃなかったと、うんうん、ね、怒ってたね、うん、そうだよね、うん、で今度はメシノを覗いてたらメシノが杉岡の方に向いて謝ってた。だからそこでやっぱこうなんていうのかな、杉岡はもっと言ってほしかったなと。うんうん、それはありますね。あそこで要求を。うん。ね、まあメシノもね、まあメシノの積極的な失敗で、ただそれは称賛できなくて、まあトライしたらやっぱ成功させろなんですよね。で、うん、成功したら褒めるけど、失敗したらやっぱそれは叩かれるべきであるっていうのは、まあ。だからメシノ君がある意味使われたんだけど、結局自分のプレースタイルを繰り返しているだけだから、うん、相手に全部対応されてしまうというね。まあ、そこで中島翔也かっていうのは本当その通りだよね。自分をこう一つ餌にして、うん、スペースをね、だからそれは杉岡はそれやったわけじゃない。うん、だったらそこを出せよと。うんうん、つまりサッカーっていうのはさ、うん、人とのコミュニケーション、パスによるコミュニケーションとってなんぼの話なのに、間違いない、うん、やっぱりこうガンバー育ちだなみたいなね感じはするよね。うん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 、良くも悪くもね。良くも悪くも、うんうん、日本人に足りないものかもしれないけど、メシノ君も確かにメシノ君はね、前向いて仕掛けようっていうのは、うん、中東勢と同じメンタルを感じるけど、ちょっとこれ、うん、どうかなっていう感じにはなってるだろうね。だからさ、俺すごいやっぱりこのアジアの大会で気になるんだけどさ、まあよくアジア中東勢とかあとはアフリカ勢のチームで多いんだけどさ、日本人ってさ、うん、選手がさ、メシノがドリブルしたらさ、それをドリブルしてる近くはあんまり追い越そうとしないじゃない。これ日本のすごい特徴なんだけど、うん、でもアフリカ人とか中東勢って結構味方のドリブル邪魔するぐらい追い越して、それこそサウジ戦で取られた失点って、うん、ドリブルしてたやつじゃなくて、うん、後ろから追い越してきたやつがシュート決めてんだよね。で、ああいう連動性って日本は絶対ない。それはどうなのかなって俺は思ってる。まあ、そろそろ長くなってきたからまとめに入りましょうか。そうですね。うん。まあ、アピールになった選手は僕はその3人かな。まあ、まあ、まあ、橋岡は硬いね。うん。大迫も硬い。大阪も硬い、うん、でまあやっぱり3戦目で杉岡が、うん、やっぱりやっと杉岡らしさを、うんうんうん、まあ一皮向けて頑張ってね、見せましたね、うんうん、まあ僕もあとまあ相馬くんかな、うんうんうん、ただね相馬はね、うん、やっぱりちょっと他のポジションとの争いで厳しいかなと思います、まあね、うん、でやっぱ守備に関してはやっぱりちょっとそう、もう何あったから、はい、うん、うん、やっぱ他との争いになると多分菅原くんとか入ってくるとちょっと厳しいだろうなと、うん、でやっぱりあとはまあ小川光輝が、うん、一歩ちょっと抜けたかなと、うんうんうん、まあ上田よりかは確実にアピールしましたね。上田くんがほらね、うん、どうしちゃったんだろうね、ボール拾いやってたから、ね、ちょっと今トンネルに入ってる気がしますね。え、元気ないもん、ボール拾いやってる時も ねえ、テレビでもそのシーンが抜かれてて、今、すごいそれが話題になってますよ。あ、ウォーミングアップで上田綺世が全くやる気ないっていうのが抜かれちゃって、めちゃめちゃツイッターで今、話題になってます。いやー、ねえ、ちょっと、一番ちょっと期待値が高かっただけにね。うん、うん。奥さん、今後はこれはどう見ればいいですか？次はまあ3月ってことですが。うん、なんか3月は、だから僕は前から言ってるんだけど、この大会前から言ってるんだけど、うん、3月の国際マッチデーの期間中に五輪の親善試合が組まれるけれども、うん、まあマッチデーの時に海外組を呼べるわけだから、うん、それをフル代表じゃなくて、うん、五輪代表の方に
まあ、世代交代ってことも含めて、そっちで使ってほしいなと、久保とか堂安も、いわゆるもうはっきり言って3月の親善試合が、あの亀岡と博多の森でやる親善試合が、いわゆるベストの、限りなくベストに近い、あのもうテストのチョイスの時間は大会これでおしまいで、あとは3月は本格的な、あのベストに近いチームを作って上げていかないと、ちょっとやばいんじゃないかなっていうか、だから3月をどういう体制であの2試合を組むのかっていうのは注目したい。なるほど。なんか今さ、逆にもう五輪代表を横内監督に格上げするみたいなさ、噂が出てんだよね。つまり1月にこの後、技術委員会で森保監督と、多分藤塚さん筆頭になんか話し合われる予定なのよね、この大会の総括ってことで、でそこでどういうチームを今後3月まで活動はないわけじゃないですか。でこの現状のままいくとは考えられない、ね、結果が出なかった以上、そうするとじゃあ技術委員会がどういう判断を下すのかっていうところも注目した方がいいね。なるほど。でも完璧にじゃあ横内さんを、しちゃうと、五輪代表の監督にしちゃうと、逆に言うと今度は海外組や森保さんは話さないかも。そうですね。そういう影山さんと森保さんの、まあ、力関係もあったけど過去、結局またそう同じことが繰り返されちゃうから、じゃあ森保全権監督でこれまでもう横内さんじゃなくて実際もう森保監督が基本的に全部じゃあやるのか、そこら辺のこうどうすんだろう、イマジナリーラインっていうかさ曖昧じゃない、早い話がこれって、その曖昧さをのまま3月は迎えられないぞということが、やっぱ今回のこのチーム作りの失敗、失敗なんだよこれチーム作りの、それあるっていうと、あの結果が出なかったっていうのは兼任監督の失敗だよね、これは。でもこれはやっぱ兼任監督である以上仕方のないことであって、でも同じことはもう繰り返されない、繰り返してはいけない、じゃあその時に3月はどうするのかというのが技術委員会が出さなければいけない結論だよね。まあ俺はでもなんか正直このまま行ってほしいというか、ブレないでなんかプラン通りですぐらいの感じで言ってもらった方がいいかなって思ってるけど、確かにね、横内さんを切ったら森保さん辞めると思う、間違いなく。そうですよね。やっぱ横内、やっぱちょっと指導力ないわ、ちょっとコーチ変えるよって言って、新しく入った新潟のコーチを昇格させるみたいなね、そういう人事を技術委員会がやったとしたら、これはまあ森保さん多分身を引くと思うよ。なるほどね。だから非常に結構難しいんだよ、多分。いや、と思いますよ。僕はそのもうブレずに日本サッカー協会は貫いてほしいなと。五輪までは。いや、だからね、それはね、田島会長、関塚技術委員長が、まあ、どこまで守れるかってことだよね。彼らが守ろうとするのかっていうこととも関わってくるよね。そうですね。はい、だって田島さんもさ、技術委員会に全部投げちゃってるわけだから。どうなんですか、田島さんは日和見的なところはないですか。いや、だから日和見っていう言葉をポジティブに捉えるならば、そういう資質を持ってない人は会長にはなれないでしょ。まあ、なるほどね。世論をどこまでこう、この今彼が言ってきたジャパンズウェイっていうのにどこまでこうそれを守れるか、世論に対してっていうところが今問われてる気がするけど、残念ながら関塚さんも森保さんも、発信力ある方じゃないから。そうですね。そこら辺がすごく、
森保さんがあのキャラクターであれば、本来技術人とは、うん、もっとこう、心力のある人が、うん、確かに。やった方がいいと思うんだけど、セスカさんって、まあそういうタイプのね、監督自体もそうだけども、うん、あんまり言葉で、あの、人を動かすっていうタイプの人じゃないと思うんだよね。確かに、その通りだ。まあだから結構、初めて迎えた試練みたいなさ、ある意味で言うと、これが予想外に、うん、この試練がオリンピックチームを強くする可能性はあるんだよ。なるほど。チームの在り方としてね。うん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 、でやっぱりこたつライターの人たちがここぞとばかりこう、うん、こたつから批判してるわけでしょ、多分。うん、まあどうなのかな。元川さんが思いっきり兼任のもうフケが出たって、ね、え元川さんが兼任のツケが出たと思いっきりこう書いてましたよ。元川さんのファンがそれを読んで言ってました。はい、うん、はい、いつから元川はこたつライターになったんだって叫んでました。一回ロクダスで元川さんを批判してる元川さんが現場に来ないでチームを批判するという、うん、っていうふうにおっしゃってました。はい、まあ、ロクダスで一回元川さんと討論してもいいかもしれませんね。いや、それは池達にお任せしますよ。僕は出ませんから。わかりました。じゃあ、今回はこんなところで。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。